はい、黄金世代のことでございます。おはようございますというところで朝のトークやっていきたいなと思います。まあ、まずはですね、ちょっと今日は粛々とまずはオープニングやっていきたいなと思うんですけども、今日は3月11日ということで、はい、あれからですね11年経ったという形なんですけども、ちょうどその話をしようかなと思ったら、今鮮明にですね、去年の多分この時期にも同じ朝トークをしたなとちょっと思いました。はい、まあいろいろ会われた方とか大変だった方ねたくさんいらっしゃると思いますし、まあどうしてもね自然災害なのでなかなか難しいところはあるんですけれども、はい、またね、時間になったら黙祷したいなと思います。はい、また去年と同じ話をそれしたいなと思うんですけど、あの当時は池袋にいて池袋から歩いて帰ったっていうね、で歩いて車を取りに行って家に帰ろうと思ったら、車を取ってから家に着いたら朝になったっていう、はい、歩いて帰った方が早かったなっていう、はい、もうあこれやばいなやばいなやばいなと思って外を出たらもうアウトだったっていう感じですね。はい、もうバスとか、タクシーとかねもうみんな電車はもうダメだなと思ったんで、まあしょうがなかった、しょうがないんでもう歩こうと思ったんですけど、はい、まあただねもうそれ以上に大変な、当時まだガラケーでしたから、そうですよ、まだ当時自分ガラケーだったんで情報が正確につかめなかったんですよね。今ならねもっとこうスマートフォンなので、いろんな情報がね入って自分がどう動くべきかとか調べたりとかできたんですけど、はい、まあそういう意味ではいろいろね進歩した時代も進歩してるなというところで、はい、今日一日はちょっと粛々とやっていきたいなと思います。はい、さあ、話は変わりまして、今日で DC 予選終わりというところだったんですけども、今日からドリコレですよね。はい、でパスカルかとはずっと思ってて、でパスカル来たらどうなるかなとか思ってなんとなくこうデッキを作ってみたんですよ。はい、こんな感じのデッキなんですけど、でここが多分パスカルになるんですけど、クラブ技クラブだよねみたいな、技海外じゃなくて技クラブ、ヒューガくんいるじゃんとか思ってこれならナトレード使えるぞとかちょっと思っちゃったんですけど、はい、ちょっと最初の方はねここにダビとか入れてたんですけど、もうなんか試行錯誤 で久しぶりにいつも3241やってるんですけど、久しぶりに3133で、まあ、ちょっとこれランクもいくのやばいかなと思って、DC でちょっと鳴らしてちょっと練習してみようとか思ったらもうボコボコにされまくってなんだこれみたいな、いいのか悪いのかわからないみたいな感じになって、でデバフガードちょっと微妙に足りないなとか、なんかこういろいろいじってて、結局何試合かこういろいろデッキをいじった結果ここに落ち着いたのかなだからだからサブとかも結局もうそのままなんですけども、はい、まあちょっとね久しぶりにたまには違うフォーメーションで遊ぶのも面白いなっていうのと、あとナットレーザー、まあ、最近増えてきてリバウルホットライン狙ってみたんだけど難しいなと思って、あ3133じゃなくて3142とかの方がいいのかなと思ったんですけど、なんか3133や久しぶりだなとか思いながら、なんか久しぶりにこんなデッキで遊んでみましたってやったら3周年前の小道さんみたいですねああそこ知ってる人いるんだみたいな、力南米と力日本を合体させた時の小道さんみたいですねとか言っていただいて、あそこの時代知ってるメンバーさすがとか思いながらちょっとね懐かしかったなと思いながら、はい、やっておりました。あの時はねそう窓林が取れなくて困ってで力2本混ぜこぜでやってたんですけど、まあ一貫性うまくいかないからちょっと力南米に初めてちょっと手を出してみたみたいな感じだった気がしますね。はい、懐かしい。まあ、ちょっとね3周年前からやってない方はねあまりちょっとわからないかもしれないんですけど、はい、そんなのもありましたね。はい、あその時の時代かな、多分ちょうどそのタイミングの時代は第何回のツイッター杯かな、ツイッター杯なんですけど初めてのリーグ戦だった気がしますね。はい、リーグだった気がします。はい、長期なんですよ、結構長いんですよね、3ヶ月くらいだったかな、毎週水道水道ってずっと長期で
やってた、リーグ戦だったような気がしましたね。 はい、その時力日本からこういろいろ移行しながらとかやってた気がして、はい、あのレオネさん のツイッター杯のレギュレーションね、毎回いろいろあるんで、はい、リーグの時もありましたね、うん、そうなんですよ。で今日これで発見したのがですね、このデッキなんですけど、44なんですね。でもう、しょうがないからフォワードオフェンス 10% っていうこの3人しか褒め効果ないのでやってたんですけど、ヒューガ君は強くしたいしなみたいなちょっと思ってたりとか、だから3133のね日本南米のやつ欲しいんですよね、うん、ちょっとその辺が思って、でこれちょっとやってみた結果、マゼパあるじゃないですか、あのピエカルツ入りの2本パンみたいなやつ、あれに対してゼロ距離でヒューガのセンターリングで、34とか36出るんですよ高浮きが。はあ、なるほどとかちょっと思いながら、ということはとちょっと個人的に思っててということはレオ君、まあレオ君これね、あの実数南米2パーあるんですけど、うん、これ 6.1.5 で 4.5 だから6で2でみたいな、もうちょっともしかしたらヒューガを前半削ってでもパスカルがもし入ればこれナトゥレーザー初段から高浮き若林に 60% 超えるよね、ホットラインなくてもとかちょっと思ってしまって、おおちょっといいんじゃないかなと思っちゃった、ちょっと目移りしてしまったんですけど、はい、ちょっと小ネタなんですが、これもしやこのデッキで、うん、まあちょっとキーパー若林ざるいんですけど、4000ないんですよ、4万3800くらいしかないですけど、ただあのピエールの初段は63%勝率 63% くらいは変わらないんで、まあいっかなっていう、ただ失点めっちゃ増えました。これで今日ちょっと久しぶりにやって楽しすぎちゃって、これでランクはもう勝っても負けてもいいんですけど、もう本当にこのデッキで久しぶりに遊ぶとか思ってやってたら、どんどん勝率が失点が下がってって、せっかく最初あの今月のランクマンが超やばくて1位を抜けるタイミングで、あそこあの初めてあの AI が出てきたんですよ。本当にもう全然なんかね、あの薄いところうわボコボコボコってボコボコにされて、うお初めてプラチナに降格してしまうとか思いながら、もう本当にギリのところからスタートしてもう失点率とかスパスタ2位くらいまでもう 0.9 とか 0.9 何歩くらいになってしまって、うわこれやばーとか思いながら、まあ結果的には先月と同じくらいに落ち着いてきましたね。最初の借金があったんですけど、結果的には今 0.2 台まで落ち着いてきたので、はい、まあまあまあ去年先月と大きく条件が変わるわけではないので、まあ、勝率も失点率も大体同じかなというような感じですかね。はい、まあ話はそうなんです。そんなことがあって、まあ、失点率がねまた増えたというところだったんですけど、そう今日このデッキ、まあこのデッキじゃなくてもいいんですけど、自分は力の海外持ちがいないんでピエールがいればいいんですけど、そうするとまあデッキいろいろ変わると思うんですが、つまりなんですけど何が言いたいかというと、おそらくこれまあ人の例えば日本パのガチガチだったら、60出ないかもしれないですけど、マゼパの3142のオフェンスフォーメ、まあ、フィジカル日曜のフィジカルとかだったらもしかしたらダメかもしれないですけど、3142のオフェンスフォーメとか使ってて絆46くらいとか48くらいの若林だったら、今回そうですね、いくつだっけ、今これで、はい、46で48だから今46で、36とか出せてるので48とかまで出せたら抜け高浮き初段60いけんじゃないのかなとかちょっと思っちゃって、はい、そこがねもうちょっともう執念だぞとか思いながら、もういややっぱりあの今ずっと
もうしばらく正月からヒューガ君単体でこうシュートを頑張ってたんですけど、ナトリエーザ使うと、まあ特にデバフの時のカリューサスはこんなに楽なのかとかね思いながら、もうなんとか運んで、とりあえず浮き玉で打てれば入るっていうか勝率が勝てるっていうね、入るかどうかは分からないですけど勝率が勝てるっていう状態で、このデッキでもフルデバフの試合でやつと何試合かやったんですけど、あ結構あの意外とそこそこできるなとか思いながら、まあただ久しぶりに3133とこのなんか、こういうこうねちょっと今だとねキャラクターによってはすぐ抜かれちゃうやつとか、まあ、ディバウルが発射台になったりとか、まあ、レオ君とかね、まあ、レオ君はねもう本当にバフキャラだったりするんですけど、まあうん、ちょっと、まあ、穴は多いんですけど、まあ、今日は面白かったなっていうので話です。たまには違うデッキでやってみるのもいいなとちょっと思いましたね。はい、いやずっと今月はもうこれですね、ずっとこれ固定でデバフ対応で、あのイエニスタがいて、まあデバフじゃない時は後半から、これカズオ君をインしてみたいな形でやってたんですけれども、まあ今日ドリコレのねパスカルが来るということで、まあちょっとどんな感じのデッキ作ってくるかなみんなとか思いながら、やってたんですが、こうに、うん、まあ力の日本とか力の海外、まあ、ナトリエーザのペアリングで後ろの方とか強いとか、まあ PL 持ってる人は PL でいいと思いますし、海外パーの人とかはねバチバチっとハマるのかなと思うんですけど、はい、これが非常に面白かったし、ナトリエーザーまでちゃんとシュート打たすことができれば、まあ、ホットライン乗せなくてもね、あの 60% 越せるチャンスが来たなというのと、まあ、逆にちゃんとホットラインを乗せれることができたら確実に若林から 60% 超えていくなというのが分かったので、まあ、そこの辺はケアしてやっていきたいなと思いました。はい、まあ、ちょっとドリコレ入ってまだ時間ありますし、まあ、今日からのメインは DC だと思うんですけれども、うん、まあ状況を見て本当にナトリエーザーで若林ガン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 抜かれてしまうようなタイミング、まあ、例えば、要は南米バフ盛りデッキにされてサンターナとか、まあ、サンターナとかでもねあのフルメタでバーンって抜かれてしまったりとか、まあ、そういう経験が増えていけば少し、うん、まあ、1週間時間があるので、パスカルをね検討していかないといけないかもしれないですね。まあ時間、まあそうですね、ただそこでボコスカ抜かれたとしてもそれが多勢かっていうところもあるので、まあ多勢になったら少し対応しなきゃいけないかなと思うんですが、中年まででもまあ日本場で頑張るかちょっと あまりにもそのいじめられぐらいでちょっと考えます。あーこれ多分みんな気づいてんだろうな、これな、多分南米モリモリでナトリエーザーでガンガン打つっていうの、これ一発目二発目とかで若林削ってればナトリエーザーと勝率結構、うん、あのフェアトレードでずっと推移しちゃうんで、うん、そこはちょっとやってみて分かりましたね。はいはい、まあそんな感じでございます。今日は朝から、ね、何を言ってるんだっていう話なんですけど、はい、まあ、久しぶりに違うデッキで遊んでみたら楽しかったんで、まあ、たまにはねこう違うデッキ作ってみて、まあ、それでやってみるっていうのもいいんじゃないかなと。でだってどっちにしてももう3月の18日からあれしようとか思って、まあ、パスカルの、ね、ドリコレどんなデッキ来るかなとか思って調べてみたりはしてみたんですけれども、実際18日からって、まあ、ランクマは特にそうだと思うんですけど、要は4と2しないと話にならない時代がなるわけですよね多分ね。あ、まあそれね、まあ、その 1と2がどれくらいのスペッサーなのかによると思うんですけど、まあおそらくでもフル4凸のみんなフル4凸の中、まあ、シューターとキーパーはまあフル4凸しとかなきゃいけないと思うんですけど、うん、あとはね戦い切れるかどうか、まあ、読み勝ち渾身とかのキャラクターで例えばフル凸じゃなくても読み勝てれば取れるとか、渾身のキャラクターでフル凸じゃなくても、まあ、1回目2回目だったらなんとか守りきれるとかちゃんと抜けるとかそういうことがあったりとか、まあ、ゴリ押しが効かれてしまうとかっていうのが、まあ、なければフル凸じゃなくても大丈夫かなと思うんですけども、ただ全力ついた時とかはフル凸の効果が発揮してきてとかっていうのがあるかなと思うので、まあ今ちょっと変わったことして遊ぶなら今のうちかなというふうに思ったので、まあ、今日ちょっとね遊んでみた話を朝からしてみました。はい、
まあいろいろ変わりますね。ちょっと気軽にやろうとっていう風にやった時に、ああもうとこれ4凸じゃないから、これ出てってもこれ全然ボコられて面白くねえわみたいな風にならなきゃいいなと思いながら、今日終わっていきたいなと思います。はい、なかなか今日今日この辺デッキやってたんで、なかなかいいやつが取れなかったんで、今日のお気に入りっていうよりは、どういう風に、ね、今日失点したかなっていうので取ってみました。はい、今日失点集、失点、あとちょっとね、良かったやつもやりますけど、今日は失点集。失点、そうですね、失点する時も入れようかなとちょっと思って、すごいいい、あ、これうめえ、この崩しうまいっていう。まあでも今日大体失点したのは、ピエールでじゃんけん負けてとか、そんなんでしたけど、はい、まあ、そこもね、はい、ちょっとやっぱお相手でね、すごいプレーはすごいという形でリスペクトした、なんか編集みたいのでダイジェストまたやれればと考えております。はい、というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。相手してやるぜ。勝負だ。それ。大好きなサッカーでは誰にも負けない。お題はここにかかっている。行くぞ。フランスの芸術サッカーを見せて。フランスの芸術サッカーを見せて。これが本当の実力だ。くにゃら。負けるか。誰が遊んでくれるんだい。これが二段フライングドライブシュートだ。おりゃー。よし来い。行くぜ。俺の魂のプレーを見せてやる。しまった。遠慮なく行くぞ。